7月26日金曜日の全国の天気をお伝えします。東北地方は引き続き曇りや雨の天気となります。朝のうちは激しい雷雨となるところもあるためお気をつけください。また山形県や秋田県の一部では前日から記録的な雨量になっているところがあります。朝には雨の峠は越えるものの、引き続き雨の降りやすい状況は続く予想。引き続き土砂災害や河川の増水、氾濫に対し厳重な警戒を続けてください。雨が落ち着いたとしても増水した川の近くや崖、沢の近くには近づかないようにしてください。その他関東から西のエリアでは夏の強い日差しが照りつける予想です。ただ内陸を中心に天気急変の恐れがあります。怪しい雲の接近には注意し、外出の際は雨具があると良さそうです。また沖縄では台風3号の影響が続きます。雨の強まりや強風、高波にお気をつけください。日中の気温は晴れるエリアを中心に上がります。35度以上、猛暑日となるところも多くなりそうです。引き続き熱中症対策は万全に行いましょう。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。